大層着いた。皆さん、せいさん着きました。ランドさんありがとう。せいさん着きました。皆さん移動お願いします。1500人の方移動お願いします。せいさんの方、モヒートお願いします。モヒート、モヒートお願いします。おいっ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 す。ちょっと待ってね、頭の中がね、今まだ起きてない。ちょっと待ってね、頭の中が。2個。待ってて、ちょっと待ってね。頭の中ちょっと起きてないから。ちょっと待ってね。おはよう、どんつくらすかい。おお、ああ、かわいこちゃんだ。むーちゃん、むーちゃんありがとう。ちょっと待ってね。僕は何してる？何してんのこれ。配信？あ、ありがとうございます。何？配信パルパなんかどうでもいいだろう。何を心配してるのパルパル。どうしたの？パルパルどうしたの？あ、タイトルが急いでつけたから。ああ、そういうこと。田崎は救えないよ。田崎だから。うん。さきは無理。しょうがない。あの子はね、配信よりは彼女よりもポーカーを愛してしまったんだ。無理。ポーカーが好きなんだよ。死ぬほどポーカーが好きなのさ。死ぬまでポーカーをやらせてあげて、田崎からポーカーを取らないで。ポーカーが好きなんだよ、何よりも。ちょっとタコ刺して、ちょっと頭の薬ですよ。なんか時期あった？なんかある？寝た。もうちょっと寝なかったね。平和、なんもなし。ああ、天然さんはね、具合が悪い。具合が悪いんです。風邪。雅子と智之が水着配信、やばい。それやばい。中村が逮捕。あ、こんにちは、ありがとう。あんちゃん、ありがとう。かわいこちゃん、ありがとうね。あんちゃん。好き。リリーさんの8でいじめられてる。保険証がない、あるでしょ。買い物行ってもいいけどね。ちょっと待って、頭の中がね、真っ白だ。おはよう、10個ですか。のんちゃん、久しぶりだな。7月でよく頑張ってくれたね。8月もよろしくね。気合いでね。私の保険証前なの。そうなんだ。あ、そう、社会保険でも、国家でも。僕は社会保険だけどね。保険証持ってるよね、奥村さんね。風邪なんか寝てない、治っちゃうから、もう引いたりやつ、もう引いてくださいね。イベント初日です、よろしくお願いします。もう引いたパルちゃんあるよ、保険証。ありがとう、ありがとうございます。全部見てるんでね。投げてくれた人ね、ありがとうございます。ありがとう。あ、気まずい。気まずい人来てる。今まで投げてたけど、投げなくなったからフォロー外しちゃった人が来てるわ。気まずいわ。ありがとうございます。すげえ気まずい。すいません、フォロー外しちゃいました。投げなくなったんで。前は投げてくれたのに、すいません、気まずい、すいません。無料しか投げなくなっちゃったんでフォロー外しちゃいました。どんな気持ち？俺にフォロー外されてどんな気持ち？鳥花丼作らすこいやー、ここちゃんです。ここちゃん、外してないからね。何が気まずいって、リア凸まで来てくれた人だから気まずかった。すいません、すいません。容赦なく切りますからね、僕は。容赦なく、応援がなくなったらね、切り捨てます。ありがとうございます。フォローはね、切られると家族じゃなくなります。母が見てますからファミリーじゃなくなります。他人です、頼りません。家族でも何でもないです。助けてっつっても助けてくれない家族以下の存在になります、その代わり僕が助けてっつっても助けてくれません。その覚悟があって切りました。10個ラスコイチーチャリアス。いやもう最近、もう何ヶ月か、1ヶ月、2ヶ月、1ヶ月でも外しちゃいます。1ヶ月来なかったらもう家族じゃないんで。10個、10倍です、家族です、ファミリーです。そうです、ロイちゃんです。家族じゃないんで、家族、そこほらは家族です。愛ちゃん、どんつくらすこい、おはようございます。家族なんでね。また投げたら家族戻れます。ファンタスティックで10個ですから。あ、Dチャリアス。家族になりたい方はファンタスティックお願いします。田崎は何した？別れたの？別れてない？一人になったの？喧嘩した彼女と。ほんで彼女が家出てたんだっけ、田崎さんね。仲直りしたの？別れてないの？最後佐藤ちゃんが起こして終わった。ああ、別れてない。養分がいってる。ただモラハラ発動しただけ。なんだそれ、口だけか。ああ、じゃあ何も変わらないよ。炎上ニュースをただ楽しみたい人はちょっとつまんないかもしれないね。もう後でやれよそんなの。愛ちゃん10個ファミリーだよ。CCB 元メンバー、関東。ああ、そうなんだ。どうでもいいかな、CCB のメンバー。過去の人だから。やるでしょ、それは。あ、あれ、捨てちゃう。あ、ありがとうね。あんまり嬉しくないアイテム。ね、1000円以下のやつでしょ。1000円以下嬉しくない。300円ぐらい。10個ラスコイ。あ、むーちゃんありがとう。むーちゃんありがとう。48歳なんだ。見えないね。山田君の収入が212万もらいすぎだね。つまんないのに。つまらん放送で200万はもらいすぎだね。なめてるね。あんなの50万ぐらいでいいね。ね、それで多分満足いかなくなったから彼女と別れたんだろうね。こんな俺おもろいのになんで200万やねんみたい彼女と別れたから応援してくれってことでしょ。山田はつまらんで、山田はね、つまらないのが売りなんだろうね、多分。 iPhone 変えるって、無理してるからね、あの子は。中村もつまらないよ。2人とも説教したいね。なんでそんなつまらないんだって。向いてないね。合宿する。つまらないんだよ。小町君は面白いでしょ。小町の悪口やめろよ。山田がさっきせいちゃん褒めてくれたで、山田せいちゃんにうんこ減らせって言われたから減らせ。うんこ減らそうよ、山田は。雑談がメインだからね、ふわっちは。稼いでる人のね、配信をよく見て研究した方がいい。どうしたらアイテムが上がってるかね。もう一回ね、リスナーに戻って、一回自分の配信をやめて、稼いでる人の配信を見なさい。そっからだね。とりあえずうんこ食えばいいってなってるから、マジで研究が足りてない。一番稼いでるね、配信者誰かわかんないけど、10個ラスコイ10個、あ、みーちゃんです。あ、いつもこれやるよ、任して。おお、クレートクラウンさん前出てる。ああ、だよね。奥村さんでも好きでしょ、ここじゃね。めっちゃ応援してるもんね。高橋ふわっちで配信してほとんどつまんねえよね。つまんないんだけどね、ふわっち素人だから。プロはいないんだよ。プロはね、見たらわかる。あ、この人プロだわって。ほとんどが素人。プロは一人しかいない。ふわっちで誰かわかる？わかる？一人しかいない。そう俺だよ。俺しかいないんだよ。だからついてこい。俺なんだよ。みんな中途半端なんだよ。プロは俺しかいない。プロに見せかけたセミプロがいるけど、みんなメッキ剥がれちゃう。本物は俺だけ。 OK、 オーライ。俺しかいないから。